おはようツイートしてきた。こんにちは。おはようございます。みんなってさこうやってさ、お出かけ中のさ、お出かけ中の朝はさ、早起きできる人ですか？じゃん。おはよう。B。E。野菜。ほぼ自宅だからな。そうなん。じゃーん、私が最近ゲットした可愛いやつ、じゃーん、カラーセラム。カラーセラムって言って、これ見て、めっちゃさ、チークみたいな。おじさんぼマスター、神、いい名前。今日も京都で、これね、こうやってさ、チークにできるんよ。チークにできますやさかい、まさかのまさかの、これ美容液なんですよ。美容液成分。ポン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 。4ヶ月に1回寝坊します。だってやばいね。その4ヶ月に1回っていう不定期開催。またねーって、今日も一日ファイトやでー。行ってらっしゃい。よいしょよいしょ。ポン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 。朝食のチケットとかしがちってでもね、わかるわ。私も朝食のチケットは溶かしがち。溶かすって使うんってことよね。あるある。おはよう。いい感じに血色感が出ました。ほいしょ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 ほいしょしょしょほい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 。推しになってもいいですか？推しになる。私のことを推しにするじゃなくて、推しにして。起きて15分以内で、あ、寝てます。チェックアウトの時間。え、でも私一回マジでなんか、いつやったかな、結構前なんですけど、なんかもうその日本当に疲れすぎて、帰って部屋に戻って、ホテルでの出来事ね、もう疲れて帰ってきて、うわーって寝て、そう、うわーって、帰ってきてさ、お風呂入ってさ、ポカポカなるやん。ポカポカなってさ、ベッドにダイブしたらさ、そっからの記憶がね、もうなくなって、そっからの記憶なくなって、目覚めたら朝やったんよ。アクスタね、 STU のね、グッズのね、とこで買えるよ。 STU のオフィシャルグッズショップで。今お話し会も受付中なので待ってます。お話し会も待ってます。おはよう。たださ、なんかチェックアウトの8分ぐらい、チェックアウトをしなきゃいけない8分前とかに目覚めて、マジであの時人生で一番動く速度速かったふわーみたいな、シュン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 って。でもね、それがさ、私意外とね、
なんか家の中は別とて、意外とホテルとかなんかそうみんながいる場所にいるときは意外と物を散らかさない人なんですよ。最小限にまとめておきたいタイプ。まあ私が言っちゃうんですけどとか言ってそんなことだから、それで助かった。もうキャリーにそのボーンって詰め込んで走ってみたいな、わーって言った。おはよう。8分はきついよね。でも間に合ったんよ。やばくない？間に合った。チェックアウト。奇跡を起こした。チェックアウト間に合ってもその後からが大変よね。よいしょ。お話し会行ってみたいんですけど、北海道でいるので、北海道に住んでいるのでなかなか行けないかもしれないんですって。あら、まことさん、そんなあなたにオンラインお話し会っていうのがあって、今ねオンラインでもやってるんですよ。しかもオンラインの方が日程が多いので、いろんな日程で話せるので、ぜひこのね上の緑のバナーのとこから飛べるんで、お申し込みぜひ待ってます。せっかくねお名前も覚えれたので、一番近い申し込みのやつ来てくれたら嬉しい。嬉しいな。フロントに電話。しかも普通にさ、その日さ用事があってさ、ちゃんと起きたかったのに起きなかったっていう、悔しい。でもね、そういう日もあるんよ。そういう日もあるんよ。じゃん。いやマジで、あのね、あの自衛隊の人ってさ、なんかさ、あの自衛隊のラッパーがさ、なんかポポポポみたいなやつがさ鳴ったらさ落ちれるみたいな言うやん。マジであの日の私は自衛隊の方並みに、自衛隊の気象ラッパー並みに機敏に動けてた。で私ね、多分ねあんぐらいはーって起きれると思う。そんな自信が私にはある名前覚えてくれてありがとう。オンラインお話し会してみたいですって。待ってます。日本中どこでも行くファンもおる。嬉しい。でもやっぱね、会いに来てくれるのがね嬉しいですね。やっぱ会いに来て直接お話しできると嬉しいなと思います。やっぱさ、それがね、それが原点にて頂点よね。あ、じゃあ今日もあのインスタでおすすめしたやつ、インスタでおすすめしたコスメちゃん持ってきてますってぐらい、こんぐらいお気に入り。なんだ、おー、なんやよー、なんとかやよーってさ語尾につける人ってさ、どこの人なの？関西？可愛くない？おはよう。なちゃんおはよう。なちゃんです。おはようございますふわちゃんみたいにおはよう言ってる。なちゃんです。おはようございます。消しゴムでスワイプするのさ、見て、消しゴムマジックで消しちゃうのさ。おはよう。仕上がってますか今日？出来上がっておりますか？まつげん、まつげん。うわ、出張で7時発の電車に乗るはずが9時半に目覚めましたって。やばい、焦る。大丈夫だった？おはよう。
朝配信助かればよかった。携帯の充電めちゃめちゃあります。そんな、なんなら充電しながらやってるよ。あれかもしれん、電波問題かもしれん。 Wi-Fi 繋いでないからさ、ここに普通の電波でやってるからかな。そんな電波が届きづらい場所ではないから大丈夫だと思うんだけど、止まっちゃうかな。おはよう。おはよう、おはよう。よいしょ。ほいほいほい。なんとか言えよって岐阜？岐阜の人か。かわいいね。かわいいやよ。なっちゃんって最近綺麗になったの？最近？ママが今日なっちゃんの夢見たってって、えっ、やばくない？ママそんなに私のことを思ってくれてるの？すごくない？ファンの子のお母さんの夢に出てくるなんて、なんてすごい。それって結構レアじゃない？結構レアじゃない？なんか嬉しいんですけど、とっても嬉しい。とても嬉しいのですが。おはよう。あつおさん、ここありがとう。毎日なっちゃんの話聞かされるからって言って嬉しい。ありがとう、聞かせてあげて。聞かせてあげてってどういうこと？聞かせて